はい、続きやっていきます。前回ねマラソン大会で渡ると転校生が勝負することになったので、負けた方が寮から出ていきますみたいな感じになりました。分かってんじゃないのよ。なんなのよそのわけのわかんない勝負は。なんでせめて麻雀か花札にしなかったのよ。ランコ先輩、なぜですか？あんたも聞いてたわよね。あの子、女子1500メートルと3000メートルの両方で全国に。何言ってんのよ。どんなルールだろうと勝てばいいのよ、勝てば。勝てるの？渡る。ちなみに私が仕入れた情報によると、彼女の去年の1500メートルのタイムは限界を超える必要があるってことね。なんで寮にいるんだろうね、転校生。わかりました。先輩、ここは私たちに任せて先に行ってください。それが先輩の決めたことなら、たとえどれだけ無謀でも、どれだけ自分勝手でも、どれだけみんなに迷惑をかけても、最後まで諦めないのが先輩じゃないですか。そうね。何しろもう勝手に約束してきちゃったわけだし、私たちには最初から渡るの尻拭いをする以外に選択権なんてないということよね。これ一人寮から出てても5人以下にはならないってこと？納得したわけじゃないけど理解はしました。だからあとは勝ってください。渡る、頑張れ。5人以下になると負けたら寮に入れてあげないからね。どうして、どうして負けたら渡るが出ていかなくちゃならないの？知らないよ。という顛末のようです。おほー、星野くんがね。学園長のお考えの通りになりましたな。一つの異分子が周りに騒動をまき散らして。ここはぜひとも沢木さんでしたか。彼女には頑張っていただかないと、うん、頑張ってほしいね、転校生に。何かと問題も多い星野ですが、あの寮の人間を一つにまとめているのは朝倉とあいつですからね。彼がいなくなれば時間の問題でしょう。いない方がいいよね。それでは早速林中不動産の方に解体の手配を。気が早すぎますよ、教頭先生。寮を壊してその土地をどうすんの？いや、これは失礼しました。売却すんの？少しばかり安心したせいで気がせいているようです。安心するのはまだ早いですか？あ、デスゲームじゃないんだ。なんかの利権なんだ。申しますと、そのマラソン大会ですが、彼女だけではなく我々も頑張る必要があると思いませんか？ジジイも走んの？おお、なるほど。よし、じゃあ水分に座薬入れよう。沢木さんのためだって分かってる。そして私やみんなのために渡るが一生懸命になってるのも分かるよ。けど負けたら渡るいなくなっちゃうんだよ。うん、いいよ、いなくなっていいよ渡る。そんな賭けに乗ったわけじゃないってあんたならわかるでしょ。だってそんなのひどいよ。沢木さんを迎え入れるために渡るがいなくなるなんて。
なこと望んでたんじゃないもん。じゃ沢木さんを下痢にさせようよ。そうすれば沢木さん走れなくなって渡るが勝つんじゃないの。今日はもう帰っていいよ二人とも。うん、もう海来んなって言ってる。海てめえ帰れって言ってるよ。めんどくせえな本当にこのキンパ。臭いねこの子ね。わたる、なんか計画あるの？わたる1位だよ。それ以外は認めないよ。1位じゃなくても転入生がうまく走れなかったらいいんでしょ。あたしがわざと負けるとでも。やる気満々じゃん。ブルマー来てやる気満々だよ。寮のために競争でわざと負けるって期待してるんだ。なるほど。だからあんな勝負を持ちかけたんだ。私の情に訴えようって作戦だったんだ。ダメだよ。ちゃんと走んなきゃダメだよ。ぶっちぎってやれ。やる気満々だね。日曜までベストに戻しておくから安心して全力で戦いましょう。よし頑張れ。渡るなんかぶっ潰せ。うん、まだやれるのかなこのゲーム。体験版なのに長く遊べるよね。おおおおおお、まだ遊べるぞ。じゃセーブしとこ。うん、結構遊んでるよね。どうしよう。お風呂とお庭があるんだって。どっちも見てみたいな。じゃあ風呂にすっか。じゃあお風呂行きます。あ、練習してるんだ。渡るもん？テスト。テスト週間なんだ。また、一緒に入るの？めんどくさいよ。サエリー最近うるさい。おいでいい？あ、タオル巻いてる。オッケー。んじゃあ入るね。はい、どうぞ。
じゃあ取る。お、入っていいってことになったんだ。入ったよ、さっきも見えた。お風呂二度目か。出てからまた汗かいたもん。一人でお風呂入れないんだ。あ、渡る、おなら。よし、こけ。タオルで、あれか、ブクブクごっこか。本当におならこいてるわけじゃないんだね。いけるかもね。走るだけだったら渡るが負けるわけないよね。どうなんだろうね。だから渡るはここに残るよね。話したかったんだ、渡ると。うん。え？あ、7人になるの？あ、じゃあ、じゃあ、渡が一人辞めても大丈夫じゃん。5人以上いるから余裕じゃん。わたる廃業にならないじゃん。うん、もう一個。はい、何ですか。渡るはさ、うざいからさ、転入生は嫌がってるだけじゃないの？だって仲良くしたくない人と仲良くすんの嫌だもんね。はい、ってことでお風呂終わりました。じゃあ今日はこれくらいにしておこうかな。はい、じゃあセーブして終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。セーブ。結構遊べるね、無料体験版だけど。